アタゴゴンゲンの本事物とされる、将軍地蔵アタゴゴンゲンは、アタゴ山の山岳信仰と、主験道が融合した、神仏集合の信号であり、イザナミを衰弱神として、地蔵菩薩を、本事物とする。神仏分離、廃仏希釈が行われる以前は、アタゴ山白雲寺から勘定されて、全国のアタゴ社で祀られた。 アタゴ元によって、アタ山白雲寺の本尊の将軍地蔵が、アタ山に衰弱した権限としてイザナミが祀られた。地蔵信仰だけでなく、西上信仰や天狗信仰も混在した。大宝年間、主元道の縁のオズヌと大長が、山城国アタ山に登った時に、天狗の神元にあって、朝日峰に神病を設立したのが、霊山アタ山の回帰と伝わる。 天皇元年公認天皇の直に基づいて、分け清丸と、慶春相図によって、唐の五代山に習ったあたごごぼう、すなわち、朝日峰のあたご権ん白雲寺、大和峰の月輪寺、高尾山の新御寺、龍下の山の日輪寺、鎌倉山の伝房寺が建立された。あたご山は、修験道七鉱山の一つとされ、 伊勢七旅、熊野絵三旅、あたごさんには月参りと言われるほど、あたごさんは、修験道場として栄え、あたごさんの修験者は、あたご星や、清滝川星とも呼ばれた。江戸時代にかけて、あたご修験がますます盛んになると、あたご山白雲寺から誕生されたあたご社が、全国に広まった。中世にかけて、阿た山白雲寺は、流星を極め、いざ波及び、 将軍地蔵を祀る本宮、あたご本源太郎坊天宮を祀る奥院、そして天台宗の招致院長ゆ坊、棒、京学院尾崎坊、大前院上坊、伊徳院西坊、天台宗、新言宗領儀の副住院下坊、宝蔵院の六宿坊で構成された。あたご山白雲寺は将軍地蔵を本尊としたため、戦国時代にかけてあたご本源は、 将軍地蔵が衰弱した軍神として武士から信仰を集めた。西神信仰や恩領道の影響から、あたごんは平安系の北西に位置する守護神ともされた。また、元あたごとされる丹波国のあたご神社の後守神は、上岸六年十五位下に、上岸十四年十五以上に、そして元行三年十四位下に列せられた。 西神信仰から、あたごさんは慶の河南予けや東南予けの神として信仰されたが、あたご主源によって、あとうもり神と本尊の将軍地蔵が集合して、加剖世の神である、あたご権限として、日本全国に信仰が広まった。あたご山白雲寺の参拝者は、祈祷を受け、お札や日布せの神花である式日を受領した。お札は、あた山大権限守護書と書かれた主冊と、 正門地蔵、微舎門天、不動明王を描いた三尊図像の二種をセットにしたもので、各坊の名を印刷した包み紙に包んで渡された。あたご主弦では天狗信仰が盛んだったため、あたご太郎坊天狗も祀った。藤原頼長の日記、大記にもあたごさんの天狗信仰に関する記載が見られる。若宮を太郎坊大権限と称して、家具土をいざ並みの 第五王子である都市祖の化身が、アタゴタ老坊であるとされた。また、神武天皇が流すネビコを撃破した際、現れた金氏もまた、カグ土チの化身であるとされた。なお、東京都港区のアタゴ神社では、アタゴタ老坊は、猿田彦の化身とされている。アタゴ門面、仏像随意より、本事仏である、将軍地蔵の姿で描かれ、甲冑姿の地蔵菩薩が馬に乗る。 慶応四年の神仏分離令による廃仏希釈によって、修言道に基づくあたご権限は廃された。明治三年天台宗、神言修了儀の白雲寺も廃寺に追い込まれ、あたご神社に強制的に改組された。本寺仏とされた、将軍寺像は金倉寺に移されたが現在でも本宮に、伊ナミを若宮に、家具土を祀っている。全国のあたご社の多くは、 和宮に祀られていた家具土をはじめとする神々を祀る神道のアタ神社となっている。少数だが廃物希釈を乗り越えて、現在でもアタゴ権限を祀る寺院は存続している。暗限の大化は太郎消防とも呼ばれたが、太郎はアタゴ太郎棒天狗に由来する。当時は天狗が大化を引き起こすとの俗信があった。 ジョールリア文楽で誓いの言葉として使われるアタゴハクサンは、アタゴゴンゲンとハクサンゴンゲンを指す。ウィキメディアコモンズには、アタゴゴンゲンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。